皆さんこんにちは。今回は芸能界を揺るがす一大スキャンダル、KAT-TUNの中丸雄一さんの不倫問題について深く掘り下げてお話しします。この事態がどのように発展し、どのような影響を与えるのか、そして今後の展開についても考察していきましょう。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。2024年8月7日、芸能界に衝撃が走りました。KAT-TUNのメンバーであり、多彩なタレントとして活躍してきた中丸雄一さん40歳が突如として活動自粛を申し入れたのです。この急な動きに多くの人々が疑問を抱きました。そしてその疑問はすぐに答えられることになります。同日午後、衝撃的な記事が配信されました。本人の希望も含め謹慎、KAT-TUN中丸雄一が橋本環奈に女子大生とアパホテル密会休業へというタイトルの記事です。この記事によると、中丸さんは都内の某大学に通う人気女優の橋本環奈さんに似た女子大生とアパホテルで密会していたとのこと。所属事務所のスタートエンターテイメントもこの事実関係を認めました。ここで問題となるのは、中丸さんが今年1月16日に元日本テレビアナウンサーの笹崎里奈さん32歳との結婚を発表したばかりだということです。つまりこの行為は紛れもない不倫となります。この報道を受けて SNS、 特に X 上では様々な反応が見られました。多くの人々が中丸さんの行動を非難する中、興味深いのは他の芸能人の不倫騒動と比較する声が多く上がったことです。例えば渡部パターンかという声が多く聞かれました。これはお笑いコンビアンジャッシュの渡部健さんの不倫騒動を指しています。渡部さんは2020年6月に多目的トイレでの不倫が報じられ、1年7ヶ月もの長期にわたって芸能活動を自粛しました。中丸さんの場合も不倫報道の前日に活動自粛の申し入れがあったという点で、渡辺さんのケースと酷似しているのです。また中丸雄一アパホテル袴田義彦答え出ましたというコメントも目立ちました。俳優の袴田義彦さんは2017年1月、グラビアアイドルとの不倫が週刊誌によって報じられ、その現場の多くがアパホテルだったことで話題となりました。ネットニュースラボ、中丸さんの不倫現場もアパホテルだったと報じられており、この共通点を指摘する声が多く上がっています。このように中丸さんの不倫騒動は過去の芸能人の不倫事例と多くの共通点を持つという、ある意味で珍奇な状況を生み出しました。ネット上では中丸くん袴田と渡辺を足して2で割ったような不貞行為でさすがにおもろいといった皮肉めいたコメントも見られます。もちろん中丸さん本人がこのような状況を意図したわけではありませんが、結果として恥の総合デパートとも呼べるような事態に陥ってしまったのです。これは芸能人の不倫に対する世間の目が厳しくなっている現状を如実に表しているとも言えるでしょう。この事態を受けてジャーナリストの中村龍太郎氏が TBS 系「ゴゴスマ」に出演し、興味深いコメントを述べています。中村氏によると、中丸さんはこれまでクリーンなイメージで通っており、スキャンダルとは無縁の存在でした。実際中丸さんは真面目で勉強熱心な人物として知られており、これまで交際報道すらほとんどなかったそうです。そのため今年1月の笹崎里奈さんとの結婚発表は多くの人々にとってサプライズだったといいます。このクリーンなイメージがあったからこそ、今回の不倫騒動は多くの人々に衝撃を与えたのでしょう。中村氏の取材によると、中丸さん本人は現在大変落ち込んでおり、ショックを受けて憔悴しきっているとのことです。これは自身の行動の重大さを認識し、その結果に直面している様子を示しています。事務所側も公式サイトで謝罪文を発表しました。中丸の取った行動につきましては、社会的にも影響力のある立場として自覚と責任に欠けた行動であり、弊社といたしましては大変遺憾に思っておりますと述べ、中丸さんの謹慎を発表しています。中丸さん自身も謝罪のコメントを発表しました。この度私の軽率な行動により関係各所に多大なるご迷惑をおかけしていることを大変申し訳なく思っております。そして何より妻に対しては悲しい思いをさせてしまい、後悔の念しかございませんと述べ、妻からのしっかり自分と向き合ってという言葉を紹介しています。さらに現状自分ができることは皆様からのお叱りの言葉を全てしっかりと受け止めることであると考えています。関係者の皆様には多大なるご迷惑をおかけしてしまいますが、自分の行動に責任を持つためのけじめとして謹慎をさせていただきますと続けています。しかしこの謝罪文にも批判の声が上がっています。特に問題視されているのが、お相手の方に対しても辛い思いをさせてしまったという一文です。多くの人々が不倫相手を妻や家族と同列に扱うことに違和感を覚えているようです。 X では相手は辛くないだろう、分かっていてやっているのだから、中丸が結婚していることを知った上で関係を持っているのに辛いわけがない、相手の女性は逆に気持ちいい思いをしただけだといったコメントが相次いでいます。ネットニュースラボ。確かに家族と不倫相手を同等に扱うことは適切ではありません。中丸さんサイドとしては相手が年齢差のある女子大生ということで配慮したのかもしれませんが、結果的に火に油を注ぐ形となってしまいました。報道によれば中丸さんから20回近く誘ったとのことです。このような状況下ではまず配慮すべきは妻の笹崎里奈さん、そして仕事関係者やファンではないでしょうか。この一連の騒動に対しネット上では厳しい意見が続出しています。例えば会見もせずにこのまま沈静化したら復帰しようと思っているかもしれないが、それは無理だ、復帰は厳しいだろう、少なくとも今までのようなテレビタレントとしてはもう無理、一番まずいのは隠れてしまったことといった声が聞かれます。これらの意見は中丸さんの今後の芸能活動に大きな疑問符を投げかけています。特に説明責任を果たさずに時間が経過することへの危惧が強く感じられます。では中丸さんにとってダメージを最小限に抑える方法はあるのでしょうか。一つの可能性として自ら進んで説明の機会を設けることが挙げられます。自分の言葉でファンの皆さんやメンバーにお詫びをしたいと申し出るくらいの姿勢があれば、まだ同情の声も出たかもしれません。しかし時すでに遅しの感は否めません。今や前に進むのも立ち止まって考えるのもどちらも困難な道のりとなっています。それでもまだダメージコントロールの余地があるとすれば、中丸さん本人による誠実な説明が不可欠でしょう。今回の中丸雄一さんの不倫問題は芸能人の私生活と公人としての責任のバランス、そして危機管理の重要性を改めて浮き彫りにしました。この事態がどのように収束し、中丸さんの今後のキャリアにどのような影響を与えるのか、今後も注目が集まります。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。